皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。学生三大駅伝の初戦となる出雲駅伝、出雲大社正面トリー前、出雲ドーム前は14日午後1時5分に合法が鳴る。午前9時から受け付ける当日エントリー変更が発表された。動くグラフ、出雲駅伝の順位変動。総課題は三区で留学生ランナーのスティーブン・ムチーに二年、から山口正規。 1> 1年に交代があったその他の優勝候補の各校は本院からの入れ替えはなく13日の区間オーダー通りの6区間の選手で臨むことになった3連覇に挑む駒澤大駒大はエース佐藤圭太3年を故障で書く藤田敦監督は圭太がいなくなったことで 駒澤としてはこの6名でしっかり戦っていくんだという意思表示をしっかり示したかったとし、事前に選手変更は行わない意向を示していた。5000メートルで屋外の日本人学生最高13分15秒70を持つ篠原幸太郎首相、4年、は最終6クに敗しており、本人は首位と30秒差なら逆転可能と自信を見せている。 6年ぶり5度目の優勝を狙う青山学院大の原新監督が掲げたのは、かっ飛ばせ大作戦。1区にチーム最速、5月の日本選手権5000メートルで4位と躍進した鶴川雅也、4年、大木、3区にもエース黒田朝日、3区、を控えさせる。スタートから、かっ飛ばして主導権を握りたい。昨年2位ボール時点では3位も その後に2位入選の創価大がドーピング失格の城西大の串部誠二監督は直前になってけが人もなく選手が随分とまたさらに成長した昨年のチームを今度は超えるということで直前には修正をして2位を目標にしておりますと好気配を漂わせる18年大会を制した国学院大の前田康弘監督もチームの好調さを伝え勝負しに来ました 5年前に勝った時はですね、正直勝つ確率は自分の中ではそんな高くないなと思う中で勝ってしまったというところもあったんですが、今回は勝ちに来て勝ちたい今年は勝負の年と位置づけた。変更選手は以下、法政大、2区星野太一、2年、野田明人、2年、4区安藤春空、4年、武田和馬、4年、創価大、3区スティーブン・ムチーニ、2年、 山口正輝、1年、岡山大、極岡田敬吾、院一、赤沢京也、3年、どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。